ネロワシリーズ英検2級過去問チャレンジ。はい、まず動画を止めてこちらの問題にトライしてください。どうだったでしょうか？これは一瞬で解けちゃう秒殺問題ですね。これに注目するのは後ろのオブ。このオブを取れるのは3番のシックになります。この中で後ろにオブを取れるのはシックのみで、シックはもともと病気のとか、吐き気がする気分が悪いって意味があるんですが、ムカムカしているんだって思ってもらったら、そのイメージで覚えたら BC 小米で A にうんざりしているっていうのも覚えやすいでしょう。そしてこの同じ意味で重要表現がまだ他にもあります。それもまとめて覚えちゃいましょう。それはこちらです。Be sick of A, be tired of A, be weary of A, be fed up with A。それぞれ見ていきましょう。まずこの be sick of, be tired of, be weary of の of は、これすべてついての of なんですね。about と同じようについての of。A についてムカムカしている。だからうんざりしている。そして tired といえば疲れている。なのでこれは A について tired。で、疲れている顔をしてみてください。ね、鏡にその顔を映してください。どうですか？疲れてる顔って、なんかうんざりした顔にも見えますよね。うんざり、飽き飽き、もう嫌だなーっていう顔してますよね。うんざりしているとなるわけです。そして、be weary of, weary となるんですが、これはもともと wear から来ていると思ってください。wear っていうのは着る以外に、実はすり減るなんて意味もあるんですね。ずっと服を着ているとすり減っていきますよね。そしてそのすり減っているマイナスイメージの意味だと思ってください。A について気持ちがすり減っていくんですよ。それってもう飽き飽きだ、うんざりだに近づいていきますよね。はい。そして最後の Be fed up with ですけども、この fed は実は feed。feed とは food の動詞形です。フードの動詞形ですから、餌を与えるとか食べ物を与えるって意味になります。そして、フィード、フェッド、フェッドという活用になるので、フェッドはフィードの過去分詞形、受け身形となっているわけですね。はい。そしてこれがなんで A にうんざりしているになるのかというと、ちょっと考えてみてください。同じ食べ物をずっと与えられていたらどんな気持ちになりますか？僕もね、ちっちゃい頃にね、夏休みってね、もうね、そうめんばっかりなんですよ。ね、うちのおかんも手抜いてそうめんばっかりなんですよ。最初はね、そうめんの中になんかね、赤いそうめんとかね、緑とかね、ちょっとカラフルなやつ入ってたりするんですよ。それで最初ちょっとテンション上がってるんですよ。ね、もう今の子全然そんなんで、もう遊びにならないでしょ？ね、でも僕らの時はね、それでね、もうちょっとテンション上がってたんですよ。でもね、毎日毎日そうめんですよ。どこが嬉しいねん！何やねん、明るそうめんってなりますよね。だからもうその時の僕どんな感じですか？もうそうめん与えられ続けてうんざりですわ。ほら、できてる。be fed up with。ほら、うんざりしてるって意味に近づいてきましたよね。はい。4つ。be sick of A, be tired of A, be weary of A, be fed up with A。すべて A にうんざりしている。はい、覚えたー！その調子、その調子！それでは、その他の選択肢も見ていきましょう。ローは低い、ハードは難しい、硬い、あと厳しいなっていうのもありますね。そして4番の lazy、これが怠惰なって意味です。この4番の lazy がちょっと説明が欲しいですかね。これね、僕は昔はね、lazy、かっこええなぁとか思ってたんです。かっこええなぁ、でも怠惰かいみたいなね。こういうちょっと感想を乗っけるっていいんですよ。ね、自分の中で突っ込んでおきましょう。ね、レイジーってなんかかっこいいけど、怠惰なんかいってね。ほら、なんかレイジーがちょっと温かみ増してきたでしょ？ね、そんな感じです。そしてね、レイジーともう一個、イコールの意味の、アイドル。これ、アイドルも実は怠惰なって意味なんですね。でも、みんなが言っているアイドル、ね、あのアイドル、歌手とかのアイドルは、あれはスペルが違います。これは偶像とか、そういう意味のアイドルなんで。ただ、別に、怠惰なアイドルもいっぱいいますからね。だから、lazy idol, lazy idol って感じで、lazy もアイドルと絡めて覚えましょう。そして、このアイドルですが、実は、アイドリング、車のアイドリングっていうのは、ボッ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 っていう風に、実は何もしていない、走っていない状態のことをアイドリングって言いますよね。
はい。それはこのアイドルから実は来てるんですね。こんな風にいろんな日常の言葉も絡めて定着させていきましょう。はい。それでは本文の方も見ていきましょう。complain は不満を言う、不平を言うっていう意味ですね。そして、I wish ですが、これは仮定法ですね。仮定法で、I wish s、まあ、過去形というふうな形になります。これ3つあるのは、未来、現在、過去で、それぞれ、まあ、形が変わりますよっていうのがすごく重要になります。そして今回はこれは see do っていうのはこれ see would なので、まあ、will の過去形を使っているわけですが、これで未来のことになります。はい。それでは、文の切れ目にスラッシュを入れていくので、見てみましょう。はい。こんな風にスラッシュが入りました。今回はね、そんなにスラッシュは、必要ないかもしれませんが、まあ、入れる癖をつけると早く読みやすくなるので、入れてみてください。それでは、前から意味を取っていきましょう。ジャネットはいつも不満を言っている彼女の仕事について。そうですね。僕は getting sick of it ね。これはうんざりしているんだ。それに、I wish. これで、これならいいのにな。彼女がストップしてくれたらなと。このストップするっていうのは、不満を言うのをストップしてくれたらいいのになっていうことです。はい、以上です。寝る前シリーズ終わりです。今日も寝る前に賢くなっちゃいましたね。はい、覚えたー。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。